本日はキャベツたっぷり卵とじとトーストです。いただきます。法務局に来ました。今から自宅の権利を父から母に変える手続きの相談をします。法務局の前も紅葉してます。もう一個追加で妹に押印してもらう書類が発生したので投函。すごい親切な担当の方でいろいろ勉強になりました。ありがとうございました。大きいダイソーが必要ということで丸中にやってきました。思うものが買えたみたいです。中国銀行に用事があると母は車から降りていきました。今日は妹にいろんなとこに連れて行ってもらいまくりです。法務局丸中中銀。ちょっと早いお昼ご飯を、あ、ローストビーフ定食屋さんにしようかと相談しています。メインを選んで副菜を5種類の中から3つ選ぶか、お任せで選ぶかで、ご飯を選んでお味噌汁だそうです。ローストビーフにしてみました。母と妹はカキフライ。こんにちは、ファイナンシャルプランナーのフローチャヤです。今日は自宅の所有権を父から母に移転するために、法務局に、申請の手続きというか、まあ、相談を予約してたんですけれども、そのまま、まあ、手続き受け付けていただくことまでできたので、まあ、無事手続きがこちらからの申請については完了したという形になります。まあ、相続の関係とか不動産を何件持ってるかとかによって提出する書類というのは違いがあるとは思うんですけれども、我が家の場合は法務局に事前に我が家のその自宅ですね、住所地を管轄する法務局に電話で連絡をして、まあ、こういう状況、父にあった所有権を全て母に移転する場合に必要な書類というのはどういうものなのかというのを事前に問い合わせをして、で、それに基づいて書類を準備して今日持っていったという形でした。で、持っていった書類としては、所有権移転登記をするための申請書ですね。で、あと遺産分割協議書、3人の娘と、まあ、母4人がみんなで合意して母にすべて相続するということに合意をしたという、趣旨の書面ですね。あとは相続の関係図ですね。父がいて母がいて、で、まあ、娘たちがいるというような、関係を示したものというものですね。この3つについては、法務局にフォーマットがありましたので、そちらを元に、ちょっとそれでもね、完璧に正しくっていうのが難しくって、その場で現場で直していただいたりもしたんですけれども、準備していた書類を持っていきました。で、公的書類として準備したものとしては、父が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本ですね。まあ、内容としては除籍謄本3つと、今の最新の戸籍謄本で、まあ、それを満たすものが出来上がったんですけれども、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、そして、住民票としては父が除籍されているという、住民票の、除票と呼ばれる書類ですね。で、あとはですね、母の書類としては母の住民票、そして、母と私たち娘の、それぞれ全員の印鑑登録証明書ですね、を持って行っての提出という形になりました。あ、そうだ、あと、固定資産税表が証明書ということで、この物件の固定資産税がいくらなのかということで、その金額に基づいてその登録するため の, 印紙の金額というのが変わりますので、まあ、その費用を現場で印紙を購入して貼り付けて提出という流れでしたね。で、まあ、やはり相続関係の手続きで今まで何度か出てきてますけれども、父が生まれてから亡くなるまでの、
戸籍謄本というものを、まあ、取り寄せるためにもし父が、本籍地をいろんなところに移していたとしたら、まあ、そのそれぞれ各自治体に問い合わせをする必要が出てきます。で私はそうですね そもそもその結婚のタイミングでもともと父と一緒だった戸籍から、東京に移してますので、もし私が亡くなった場合は少なくとも、その東京の今の戸籍本籍地と、父と同じだった自治体の本籍地の2カ所には取り寄せが発生するわけなんですけれども、本籍地を動かすと、まあ、各自治体にまあ、こうしたそんなに数あるあの手続きではありませんが、まあ、大きな手続きをするときにはあの訴求していって各自治体に取り寄せが必要というような状況になりますね。はい、というわけで今日は、自宅ですね、相続で、相続が発生した自宅について、戸籍所有権の移転登記をするために我が家のケースで、まあ、どういう手順で行ったか、そして必要になった書類というものをご紹介してみました。以上、FP 小話でした。ちょっと我が家からお礼をしたという兼ね合いもあるのですが、訪問看護のスタッフの皆さんからお花をいただきました。かわいい。ありがとうございます。